とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。久しぶりだな。地下寺院のデイリー3、HP が 75% 減少するクエストです。一番難しいやつだね。で、装備は、超オーソドックスな怒りビルドですね。怒りに勇者のアーマー、機械仕掛け。で、アーティファクトが羽、エリクサー、キノコです。いけるかな？まあ、とりあえずやってみましょう。それではやっていきましょう。キャプテンはもちろん倒す方向ですね。どうだろうなぁ。3はね、とにかくきついのよ。うん。デイリー1、2、3あるけども、3はね、まあ、ちょっと待って、厳しいね。おい！ OK。おぉ、ポーションバリア入れても、めちゃくちゃダメージ食らう。うん、まあまあ、そんなもんだろうね。いや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 、厳しそうだな。まあ神秘の演者次第、えぐいやつが来たらまあ無理だろうけども、そこそこのやつならいけるかな。 OK、まあ、とにかく、ポーションバリアをしっかり入れて、でパワーポーションでダメージを稼ぐ、そんな感じでいきましょう。おい、テンポセフトとかやめてくれ。移動制限されたりするのは本当にね嫌だね。上いそうにないな、いないな。 OK、 いるときはもうすでにね、敵の HP バーが出るので分かりやすいもんね。いや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 、なんだここ、ちょっと待って、ひでえな、これひどいな。よし、 OK、 とりあえず倒しやすい感じにしていこう。 OK、 周りに敵が多すぎると本当このチクチクダメージがね結構ね重なってくるのよね。どこだどこだ、あ、いた。 OKオッケー、いけたでしょう。でもこの毒ダメージでじわじわいかないと厳しいよね。でも 75% はこれぐらいしないとちょっと難しいです。神秘なんだ、変なの来んなよ。何、あ、連鎖反応か。うわ、ちょっと待て、無理。トゲがあると無理です。トゲあるとちょっと無理ですね。オッケー。で、エンチャンターは先に潰す。オッケー。で、なんだ？頼むよ。モブ速度 10%。おー。マイルド。マイルドなやつ。うん、これ、ストーンボーレム、厳しくない？大丈夫か？ストーンボーレム、これ無理じゃないか？オッケーオッケーオッケー、とりあえず近くに、あ、うっそ、うそだ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って待って待って、オッケーオッケー、倒した。密着してたじゃん。まあまあ一回やられましたね。もうやられたくないよ。うん、まだ旗がまだまだ取ってないんで、これ後々きつくなるからね。脅威が3とかになると、その時にちょっとライフは取っておきたいのよね。よし、 OK、 いいよ、いいね、連鎖反応、まあまあ
そんな問題はないかな。あ、ダメージはちょっと増えそうで、でも OK、 いけたー。多分、うわー、死ぬ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 、普通に死ぬわ本当に普通にやられる。これ洞窟だな多分。うん、おそらく洞窟に、あー、トゲー、トゲだったー、マジかよー、トゲがいるんすか。倒せる、倒せるには倒せるか。いやー、できればちょっとここはご遠慮したい。あっぶね、トゲきつい、あぶねえ、トゲはやられるわこれ、あぶねえ。ちょっと待て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 よ、 OK、 抜けよう、ここは無理無理、よし OK、 あぶねえ、抜けた抜けた。またトゲがいるの、抜けよう、なんとか。うわっ、ひどいひどいひでえ、なんだ今の最後、何、プレイヤーダメージ 40% 減少しないでください、倒せなくなる。まあ、うーん、パワーポーションあればまあなんとかいけるか。ちょっと待って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 、ひでえ、ここのエンチャ、あそこのエンチャひどいって本当に。もうこのままクリアしたい感じだけどね、本当は本当はね、うん、このまんまもう上にゴール見えてるから多分クリアしたい感じなのよ。でもそれじゃあちょっとねっていう感じでしょ。まあ一応ゴールまでの道は作っとこう。うん、ゴールまでの道は作っときましょう。あ、長弾がついてる、長弾じゃない、変更だ。よし、じゃあ OK、まあ、とりあえずゴールまでの道は作りました。あと脅威が2ですね。いや、これ洞窟内じゃなくてこっちにいるぞ多分。まあいいや、一回洞窟内も入ってみるか。ね。入ろう入ろう。では。変なの来んなよ。変なの来なければいけるとは思う。多分。よし。頼むよ。OK。トゲとかがなければ、まあまあまあ。なんとかいける感じか。やばい、ポーションバリアが切れる前にリフレッシュさせたい。オッケー、いや、さすが勇者、やっべ、トゲがいるトゲがいるトゲがいるトゲ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 いたでしょ、結構な数今のさ。もうトゲはちょっとやめてくんないっすか。ちょっとこの装備じゃ対応できない。いるよねトゲ、絶対いるよな。オッケー、まあ倒すか。多分トゲがいるんだろうけど、おっしゃ、いたいたいた、そいつトゲじゃない、トゲでしょトゲでしょ、違う？あ、普通の敵だ。上行くか、行きましょうか。 OK、 ちょっと待て、こういうとこで固まっても困るよ。いやー厳しそう、あそこ厳しそうだー。
ちょっとポーションバリアが使えるよ。あ、いや、ちょっと待って、これキャプテンいないぞ。なんか、うん、短いね。いないかもしれない。でも一応行くでしょ。あ、いる、いるわ。 OK、 危ない、おいで。よし、 OK、 OK、 あまり奥に踏み込まずにここで取ろう。よし、脅威が2ですね。ではあとはゴール手前の右側か、行ってみましょうか。うおー、なんか怖いな一発食らえば多分死ぬんじゃない、脅威がこんだけ増えたらさ。ちょっとマジで注意していきましょう。もうゴールすればね終わりなんだけど、うん、まあ行こうよ、頑張ってさ。よし、おっ、危ねえ、危ねえよ。よし、待て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 、よっしゃー危ねえ危ねえ、オッケー、よし、もう無茶にね敵を倒さなくていいんだけども、よし、いけました、いけたー。はい、75% 減少のクエストクリアです。まあエンチャがねそんなにきつくないやつだったんでいけましたね。これがね、なんだろう、モブの HP150% とかアップしたら厳しかったかな。うん、ダメージ 40% 減少ぐらいだったんでまだいけたんだけども。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。